僕がこちらですね。おお、かわいい。そして僕が肉バルトロメオメ。あれ、いや小西ロメオが使うのか。小西ロメオがです。この格好の意味がやっとわかりました。そうですね、このバーリアをね。バーリアを、あ、まあ、かなりコアラは素早い。そうですね、キャラクターなので非常に使いやすい。使いやすい感じがしますね。お前女の子に対して感じ悪いなあ。そういうこと言うと戦いづらくなるけど、ね、人気ラッキー、こんな可愛い。ああいう出来上がりの時に技を突っ込むと、はい、気持ちいいですね。これは爽快な。バルトロメオはもう距離を取りながら戦うみたいな。邪魔だな。でもキャラクターの相性としてはあんまり良くないですね。距離取られちゃう。そうですね、遠距離があんまりないから。あとはあの動きが速い方なので、はい、かなり。いやもうバリアでやっぱ小西ロメオなのにバルトロメオが苦手なの。あれ、いやそんなことない。今ね、演出上盛り上げす、バリアを盛り上げてるんだね、これ。そうです。おお、バルトロメオは戦ってこう気持ちいいっていうのが、うまくやると本当にムカつくみたいな。ムカつきますね、あれ。バーリアーズ、バーリアーでやっちゃうんで、ガード固めるとガードクラッシュ、ガードクラッシュ、ガードクラッシュ、こういう風にね、あいつ挑発する。やばい、しばらくしたやばい。バルトロメオは挑発するとですね、能力が上がるんですよ。ちょっと怪しいアングルを探して。ああ、あれでセクシーショット。あれなんか普通に勝っちゃった。また小西ロメオじゃないんじゃないね。ちょっとこれはね、小西ロメオちょっとね、名前返上なんじゃないですか。ただの柄の悪い人じゃない、田舎に。そうね、田舎のヤンキーみたいにちょっとただの柄の悪い人。いやなんかね、普通に終わっちゃいましたよ、ちょっと。じゃあもう一回します。もう一回やりましょうか。ちょっとサービスショット、サービスショット。そうですね、コアラのね、ちょっと確かにサービスショットが足りたかったので、ちょっともう一度行きます。もう一度高め、はい、まあいいと。いや地味だった。地味だった。ダメ、地味じゃダメだよこれ。いいキャラなんですから。ちょっと見せ場をもう一回作りますよ。あ、かわいいなぁ。え、セコアラバルトロメオの演出を切るんすね。切るでしょ。ありがとう。うわ、女の子を足蹴にする。バルトロメオ悪役ですね。バルトロメオは、やばい。ガンガン挑発をちょっとやばい、ま、いやらしいですね。バルトロメオマグナ投げで自分も食らっちゃうっていうね。いやらしいステップを使いまして、なのでステップにはレンジアタックを使って、やばい。おっと、一気にゴリゴリ減らされてる。やばい。で、してシャンクス四皇と、まさかのシャンクス登場ですよ、このゲーム。とうとう。そうですね。何もみんな無言なんてことね。シャンクスの技が変なのがあるのか。シャンクスの好きなのかなって。シャンクス勝っちゃった。
サムスもっと頑張ってよ。もっと頑張りすまっちゃった。よし、もう一回もう一回もう一回説明ができなかった。説明ができなかった。説明ができなかった。すいません。もう一回ね。はい、ちょっとプロデューサー陣大丈夫？なんかさっきからずっと勝ってる気がするよ。いや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 、権利回りが。そう。権利回りと。何の権利？そんな権利ないわ。空気を読める。そうですね。花を持たせるとか。はい、ところ続けるじゃあ次無言でいいから無言でいいですか、わかります次無言でいいよ大概無言でした大概無言ずっと無言ですまあ、タイムも強いですからね確かに強キャラ、強キャラですからねこれロギアしてもダメなのかそうですね、ロギアすみませんもっと、もっと本気やばいやばいやばい本当に本気出してる本気本気出してるやばいやばいやばい一気にこう、一気に持ってかれましたよ一気に持ってかれてるいや、フラッシュガード出した今フラッシュガード出したよまあこの1対1ですからね、はい、なので結構1回こうコンボとか相手のペースに乗せられるとそのままこう、そうですね終わってしまうのでまあそこはあのフラッシュガードとか、はいまあ、ステップとかうまく使ってまあ自分の攻撃ターンに持ち込むというところが重要ですねなるほどなのでこう、マグマグはあのまあ、ロギアのガードが使えるので、はい、この通常ボタンの時にそう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 、はい、そういう形で攻撃をどん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 透かしていくというところです、ね、なぜメンバーどっちの味方したんですかでシャンクスはそのロギアが使われるだろうなというのを見越してちょっといろんな攻撃をしていくおーうわー今度バギーのね、昔のロジャー海賊団コンビそうですね、はい、ES ちゃんとあの掛け合いまでおっとおっとコンクレートコンクレートイワさんイワさんっていうですね、はい、これまた色物コンビ色物コンビ今回 これまたあっさり終わっちゃうんじゃないかっていう、ね、いや頑張りますよ岩さん頼むよいや岩さん岩さん頼むよ岩さんちょっと完全に岩さんが一方的にやられてますねシャンクスはこう攻撃の範囲が広いですねそうですねあのまた範囲攻撃が岩さんはそのテンションホルモンを使ってこう立ち回ってくださいテンションホルモンおっとおで岩さんはですねあのテンションホルモンであのパートナーの能力あの体力を回復させることができるんですそういった意味では非常にこうチームプレーに向いているですねキャラクターですねあんまり1対1で使うべきキャラではないそうですねあの攻撃用 のあんまりキャラではない、はいですね、なので、まあ、今回あの、まあ、そういった意味でも3対3のチームバトルっていうのを、まあ、基本のルールに据えているというところですね、はいはい、やっぱりあのチョッパーまあ、あチョッパーもとかそうなかなかこうそうですねあの、まあ、ガチで戦っちゃうと、はい、なかなかこう難しいキャラもあの今度3対3になって、はい、交代をうまく使うとあのすごく生きる場面が出てくる、まあ、例えば嘘だけでガンガンの遠くから削って交代でさらに近くにそうですね、はい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 、戦うでウソップはちょっと、近くに寄られると非常に苦しいので、はい、交代でキャラを変えて今度距離を取った時に、はい、今度またウソップに変わるということもできるおっとここでトライアシストが出ましたこのバギーですねそう掴んだ忘れてた、ね、ずっと気持ちよくシャンクス使ってましたねバギー弱えなそんなことはないそんなことはない僕が下手くそなのにねバラバラの身を乗りバギーの無駄毛全部刈られてますからこれ無駄毛ちょっと小西の方がもう勝ちですよあのちゃんとあのゲームを見せプレイではなくて勝ちに来てるっていうあれが勝っちゃった勝っちゃいましたシャンクスが勝ちました ですねなので、まあ、今回ゲームかなりそのキャラによってその使い方を、はい、あとチーム編成もかなり使い考えないってことですよね考えなきゃいけないっていうことを、はい、こう読まれましたライバル鈴木結構飲み込み入ってうまいんですよあ今ちょっとかっこよかった空中で総裁出ますそうですねうわシャンクス強シャンクス強いっす負けてますよナースラメイクも負けてますよ
やばい大丈夫ですか、ナルソメクマ。大丈夫です。大丈夫です。ここからもうボンクのスーパーコンボが始まります。やばいやばいやばい。わっほー。はい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 。大丈夫ですか、勝ってください、これ。はい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 。あ、おー。おー。今出た。今のはフラッシュカウンター。今のはフラッシュカウンターですよ、鈴木さん。やっぱ俺うまいんじゃないか。開発が全然出さない。おーって言いましたけど、ちょっとバトル完全忘れちゃいました。あ、負けちゃいました。俺うまいんじゃないか。今ちょっと感動しましたね、フラッシュカウンター。あんだけちょっと出なかったね、レクチャーの人。そうですね、あんだけこう頑張ってレクチャーしてたのに。